おはようございます。大樹です。今日は森井慶治先生のインタビュー動画をお届けいたします。以前ご紹介させていただきました、神の国、日本の美しい神社という神刊について、今回これでもかというくらいたっぷり詳しくお話し聞かせていただきました。まだそちらご覧いただいてない方もいらっしゃるかと思いますので、まずは森井慶治先生について簡単にではありますが、ご紹介させていただきます。ご専門は動物の統合診療医、そして 下界であられるんですが、そのご活躍の場は、それだけにとどまらず、本当に多岐にわたっていらっしゃいまして、一例を挙げさせていただくと、ホメオパシーの第一人者としても有名ですし、さらに、ヨガの実践、瞑想体験を通じて、いわゆるヨガの大使たち、聖者、各社と呼ばれるような、高次元のそういった方たちとの交流、 を長年持たれていていそういう方たちからもたらされたあるいは森井先生ご自身が実際に体験し体得されてきた宇宙の真理天の法則のような私たちが人間として生きていく上で非常に大切になってくるお話をただ頭で理解して終わり にするのではなく日常生活で実践していきやすいようにたくさんの著作を通じて段階を追ってわかりやすく伝え続けてくださっている先生なんですね今回インタビューの中でもそのあたりの著作についてのお話も出てまいりますのでぜひそのあたりも合わせてお楽しみいただければなと 思います。こちらの神社についてのインタビュー動画、今回全部で3回に分けて皆様にお届けさせていただきます。まず1回目となる今回は私たち日本人が忘れてしまっている神社の本質というお話になります。で、次回2回目がですね、霊静進化、いわゆる魂の成長とか霊静の向上、そういったものを促す具体的な参拝方法、例えば拍手の仕方とかそういった部分も含めて詳しく教えていただきます。 そしてラスト3回目の動画では神社参拝だけで終わらせず日常生活、日々、冷静を向上させていくにはどういうふうにしたらいいのかとかそういったお話もたくさん教えていただきます。で、この3回目の動画なんですがなんと日本江戸川 KC センター会長の三田茂先生も特別にご出演くださいました。で、その中で 江戸川ケーシーさんが残された膨大なリーディングの中で、三田先生が把握している限り、日本の神社、神道について言及したものが一件だけあるんだということで、そちらについての大変貴重なお話も教えていただきましたので、ぜひそのあたりも楽しみにですね、1回目、2回目、3回目と通して一緒に学んでみていただけますと嬉しいです。 でもっともっと詳しく知りたいなと思われた方は、書籍の紹介動画も出させていただいておりますので、そちらも合わせてご覧いただけますと嬉しいです。で、いつもインタビュー動画の最後にはですね、考察とか入れさせていただいてるんですが、まあね、なんかもういらないかな、長いかなと思ったので、ちょっと割愛させていただきます。で、そちらはメンバーさん限定でお話しさせていただきますので、もしご興味があれば、そちらもご活用いただけますと嬉しいです。というわけで、早速森井先生のお話、じっくりとお楽しみください。どうぞ。 えー、それでは本日は森慶治先生にインタビューをさせていただきます、はい、よろししくお願いいたします,しいします今回は、はい、こちらのですねキレイネットさんから出ております新刊の「神の、はい、日本の美しい神社」はいはい、こちらについてですね、はい、インタビューをさせていただきたいんですけれども、はい、まずこちらをまあ書かれるきっかけにもつながるかなと思うんですけれども、はい 今この書籍を書き終えて、うん、日本のです、ね、多くの皆様に何か森先生からこう伝えたいことメッセージなどありましたら教えていただければなと思いますなるほどそうですねあのまずやっぱり自分の場合本って読むだけではなくて、はい、やっぱり実践に常につなげていきたいっていう思いが どうしても最近ってインターネットとか本で YouTube とかいろいろあって情報はみんな集めるんですけど、はい、それをすべてこう実践に移していくっていうところになかなか行き着きにくいっていうのがあると思うんですね。はい、でサンスクリット語で「バーサナ」っていう言葉があるんですけども、はい、どういうことかというと「あ輪廻転生を超えて。 そのずっと培ってきたその自分の性質特質とかいろんなカルマとかそういうものをこう持ち越して何度も生まれ変わってくるわけですけれどもその時にやっぱりあの日々日常生活でこうなんて言うんでしょうね天にかなった行いをしてると純粋なバーサナーっていうのを蓄積するんですね。はい、で天の法則に 反するることとををししてていい、まあ、不純なバーサナを蓄積していくんですよそれによって次に生まれる課題が出てくるんですけども、はい、でそんな中で特に過去の過去世にこう蓄積された特に純粋なバーサナーをどんどん積んできた方っていうのが今,今の日本にたくさん生まれてきてるんですね。はい なので日本から今後この世界に向けて、はい、やっぱりこう新しい未来を作るのにどん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 こう発信していかなきゃいけないことがたくさんある、はい、でその時にやはりあのそれぞれが自分の心の中にある魂の光を発しなければいけないと、はい、それにはただ本読んだだけではもう全然ダメでやっぱり日々 毎日毎日の実践が必要だということで、はい、特に今までいろんな本を出してきたんですね、はい、で最初はやっぱりあの医療から入りました健康やっぱり健康が土台にないと何もできないということで、はい、健康の本を出し始めてでただ健康といっても今のやっぱり医療の枠に入ってしまうと本当の健康とか、はい 本当のあの自己治癒力とか、こういったものっていうのがどうもちょっとぶれてしまうんですね。それでもっともっと自己治癒力を大切にして、はい、自分が持っている。その自己防御力とか自己免疫力とか自己治癒力を大切にして引き出してこようっていうのを中心に本を出してきました。はい、で、それでまあ健康状態を。を かななり維持でできるるよううになると思うんですけどもそれがまず実践の位置で,で次に何をするかっていうともうちょっとやっぱりこうとにかく天の法則にかなった行動をするにはまず動物からいわゆる無償の愛ですとか動物の生き方から自分たちは学ぶことがもう山ほどあると思うんですね。動物の本を出して で次にもちろんそれが実践で定着してきたら今度はそ,れをその愛をどんどん広げていかなきゃいけないと、はい、でその愛を広げてくれるっていうのは植物がかなり重要な役割、はい、植物も植物同士でインターネットのネットワークがあって、はいはい、もういいことはどんどん広げてくれるっていう役割を実際持ってるんですね、はい、なので植物についての本を出しましたでその後に今度はやっぱり 自分の見たをどんどんんそこまで来たら磨いていかないといけないということで、はい、何がいいかっていうふうに話をしている時にちょうど江戸川景子教会の三田先生とお話していて、はいうん、やっぱり地球上で景子が言うには最高の真理の書が、はい、そのインドに残されていた「バカバット聞ー」いたサンスクリット語で「まあ、神の歌」ですね。はい、これにてての真理が書いてある ただ残念なことに皆さん読むんだけどもその心理まで到達しない状態で止まってしまってるっていうことになって、はあはい、じゃあ真理に誰もが到達できるように本にしましょうと、はい、いうことで自分と三田先生と一緒に本にしようという話で合意しまして、はい、で先に自分が書いて、はい、で自分が書き終わったら三田先生が書くよという。はい ことになってますあで水田先生は多分自分が12冊で終わると思ったと思うんですけども、はいはい、ちょっと18冊シリーズになりそうで <laughs> その後に水田先生が何十冊シリーズで書くかは知らないんですけどもでそこまで来たらもうちょっと本当に日常生活の一瞬一瞬をもっと実践しようということで何がっていうともう当然のことながら日本人ですから。 その純粋なバーサナーを培ってきた日本人であればやはり神様神社っていうものが土台にあれば、はい、誰もが朝起きてから夜寝るまで実践できる方法がいろいろこう実用的な方法っていっぱいあると思うんですね、はい、それで書いだからこうね普通家に入って玄関に入ると窓か角口の神様が。 はい、で台所に入ると公人様がいて、はい、で何度に入ると何度の神様がいて、はい、でトイレにも川屋の神様がいる、はい、でお掃除の時はほうきの神様がいるというふうに、はい、もう神様と共に生きている民族って先進国ではあまりないと思うんですね。はい、でこういったことを意識するだけでその視野が一気に広がるんですよ。 でまあ、そういったことでどん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 こう,うまく実践に誘導するようにということで今回神社の本を出してます、はい、でさらにまだ続けて構想はあるんですけどもあええー、それは楽しみですでもまずはここまでで、はい、まず実践につなげていこうっていうのが趣旨ですね、はい、あ,ありがとうございます あの先ほどお話にも出てきたそのバガバットギーターもそうなんですけど、うんはい、今回のこの神社に関するお話もそのいろんな先生がこうメッセージを頂い,いたりこう聞いてきたよっていう大使たちのお言葉であったり、まあ、各社と言われる方のメッセージみたいなものが入ってるのですごくこう分かりやすくというか。 えっと身近な例えとかも用いて先生こう教えてくださってるので本当に分かりやすいんですけどそういうのはこう書かれている時にヒントみたいなことメッセージみたいなことをいただくんでしょ二通りあるんですけども神社の方はもう直接降りてきたものをこう一気に書くスタイルで基本もう9割は大体こう。 3日ぐらいで仕上げる感じすごあとはこまごま肉付けをしていくっていう、はい、その肉付けでいろいろまたあるんですけども、えー、<laughs> まあ肉付けしていく感じであと山の山岳編っていう、はい、要するに自然から学ぶ、はい、これが実は日本人は突出してすごい能力を持ってるんですよ。はい、で山の本書いた時は山でひたすら修験道のようなもうちょっとワンランク厳しい修行を。 重ねて、そこでこう降ろしてきたものを紐解いていくっていう作業があるんですね。その言葉で降りてくるわけではないんですよ。はい、こう電気というか雷というかそういう感じで光で降りてきて、その光を紐解いて日本語に解読するっていう作業があるんですけど、はい、そういった感じで書いてるのと二種類あります。えー、はい。あの一体。 どう,どうやったらこんなに例えば、まあとでのお話でも出てくると思うんですけど、はい、鳥居っていう言葉が一つあったとしたら、うん、これにはこういう意味があってまたこういう意味もあってとかっていうのが、うん、どこからそんなに湧き出てくるんだろうっていうのがちょっと疑問というか。そで自分はは正直実は神社のの本ほとんんど読んでない全部そ昔からその いわゆる見えない方たちから、はい、やっぱり神社についての本質っていうのを教わってきて、はい、でそれでその見えないところからの知識っていうのは十分あったので、はい、特に神社の本を読んで勉強したってことはないこ、ね、はい、実際にまあね今日本人のほとんど全員が神社に行かれると思うんですけど、はい、でもどこかで神社の参拝方法を習ったっていう方多分そんなにいない。 はい。ですよね。で,ねで、皆さん、見をう見まねで、こう。やってるという感じが多いと思うんですけど。はい、そうすると、だん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 、その。いわゆる、いろんな所作が。形外化してってしまって。本当の意味っていうのを失ってしまってると思うんですね。はい、なので、そういうのを、もう一度、あの、復活させたいと。は思ってますね。で、例えば、神社について言うと、さっきの鳥。 はい、鳥居ってなんかこう,もう見るだけでこう美しいじゃないですかやっぱり神社の顔なので、はい、であれって例えば神社の鳥居って白銀碑っていう比率で作ってあるんですねで一般的に西洋の美っていうのは黄金碑なんですよ、はい、あだけども例えば法隆寺の,あの大きいんでしたっけ金堂ですか 五重塔とかスカイツリーとか鳥居とかあと伊勢の神宮とかは全部白銀碑で作られてるんですね白銀碑黄金碑とはちょっと違うんですよ比率がであと例えばですけども「ドラえもん」とか「キティちゃん」とか大体あの辺も全部白銀碑で形がそうなんですよちょっとこう 黄金比よりも、はい、もうちょっとまろやかにほっこりする比率なんですね、はい、だから昔の,あの大工さんが持ってた差し金っていう直角のやつは、はいはい、一方が普通の,あの定規で、はい、裏が白銀比になってるんですよね、はい、日本独特の比率でもあって、はい、何かやっぱりちょっとこう心に安心感を与えるっていう独特の比率なんですよ はい、なので日本人にやっぱりあってしっくりくるでしかも実践につなげやすいっていうとやっぱりまあバカバットギーターもうちょっと深いんですけど、はい、地球全体なのでーーこれは本当に日本人に向けたっていう感じですね、はい、そうなんですねありがとうございます、はい、じゃあバカバットギーターも読んでなおこちらも読むとより深く はいね、どちらも必要だと思いますありがとうございます、はいはい、それではここからですねちょっと読ませていただきまして、はいえー、その中で気になった部分なんかも少しずつお願いします、はい、ご質問させていただきます、はい、あの僕もちょっとに2時間ぐらいで質問まとめられるかなと思ったら、うん、なんと1日半かかってしまって<笑>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 気がついたらあの直前になってしまったんですけれども <laughs>、はい、申し訳ありませんでした、はい、というわけで えっと、あの、もうすでに、えー、ご覧の皆様の中でも、読まれた方も、まだ読んでないよという方も、順番を追って、まあ、わかりやすいようにですね、一章ずつご質問させていただきたいんですが、はい、まずは一章の部分で、人の 心というものと心霊と呼ばれる存在さらにこの自然というものとの関係についてなんですが神様を敬う人々の純粋な心によって神様のご意向とかつというものが輝きを増して神様のご神徳のおかげで人は運を導き開けていくっていうふうな記載があったんですがこのえっと見えない存在 まあこういうご心霊とかそういう力のおかげさまで私たちが存在しているっていうのは事実なんですけどでもそのすがるっていうものではなくてあくまでもその人っていうのはそういった存在と共存協力するっていう関係ということでしょうか 部分を持った目に見えない存在ですので、はい、まあそんなに大差はないですよね。はい、で、やっぱりまあ共存共栄という意識は非常に大切で、はい、特にね昔のその鎌倉時代でしたっけねその五姓売子木っていう、えーはい、まあ主に武士向けなんですけど法律があって、はい、その法律の第一条第一項がもう神様とお互いに敬い それからご親ともらってお互いに共存共栄していきましょうっていうのは法律の第一条にあったっていう、はい、まあもうすごいことだと思うんですね。ねああすなかなか第一条からそういうことを普通は定めませんのでそれだけやっぱり神様またそのいわゆる神様も定義があるんですけども、はい、まあ言ってみたら自分たちも動物たちも植物たちも全て神から。 はい、分けみたまをいただいている、はいまあ、いわゆる神様のすべてが化身みたいなものですから、はい、もう本当にすべてが神様ということでもうありとあら,あらゆるものを敬うとで敬いながら共存共栄していきましょうという考え方で生活をすると、はい、やっぱり日常生活は全然質が良くなるし視野も広がると思うんですね。はい、はい、はいはい、ありがとうございます やっぱり今先生がおっしゃったようにこう、まあ、どちらかというと会社で例えるならば上司とか社長というよりも同僚に近いというかそういう感覚なのかなと思うんですがただその一方でやっぱりこの今現代がこう閉塞感というか物質偏重主義で行き詰まった人って、はい。うん こう目に見えない世界のことを知りたいなと思ったときに、うん、スピリチュアルな情報とか、まあ、そういった部分も含めて、うん、それに依存してしまう方っていうのも一定数いらっしゃるのかなと思うのでう、うんうん、その共存っていうのをこう取り戻すというかそれに関してはこうど,どのような点をこう気をつけていればいいのかとか何かありますか ね、物質世界で生活すると、分離意識ってどうせも出ちゃうと思うんですよね。はいうん、まあ、それ自体がやっぱり、かなりこう、ぶれやすくなっちゃうし。あとは情報社会なので、いろんな情報を集めてしまって、自分軸を。失ってしまうと、やっぱり動揺しちゃうと思うんですね。はい、なので、その辺はやっぱり注意しなきゃいけないなっていうのは感じますね。はい、特に。情報ばっかり入れて、頭でっかちになっちゃうっていうのは、一番。 ちょっっとと怖いかなと思うんですよね、はい、やっぱり体感は非常に重要だと思うし、はい、あと自分軸結局この神社にも説明はしたんですけど、はい、人間もこの心臓の中心部分ですね、はい、あの神社について本当の本質を知るにはまず人間の構造をある程度理解しないと神社って理解できないんですよ。はいはい で人間の構造っていうのは、まあ、エネルギー的に見ると肉体があって、はい、次にエネルギーでできてる微細体っていう体があって、はい、でさらにもっと精妙な原因体っていう体があって、はい、でその原因体の一番心臓部分にいわゆる神てとか内在心ですねで、はい、呼ばれてる、まあ、神様と全く同じ同等の光があるわけですよね。はい、でそれっていうののは例えば神様の 大きなろうそくがあるとして、こっちにいろんなろうそくがあって、はい、火を分け分け与えてあげると、うん、無数に火ができますよね。でもその火と大元の火って全く同じ火ですよね。はい、だから自分たちも全く同じ神様を一人一人が持ってるわけですよね。はい、で、あと神社を理解するのに必要なのは心。心。はい、心ってなんだろうっていう部分を明確にしないとぶれてしまうんですけど。はい まああの実際にそのヨガの技法で自分の心をしっかり見て把握するっていう技法があるんですね、はい、それで見ると心っていうのはやっぱりその原因体の中で4つの要素で一つの心を作ってる、はいはい、でそれがまあ,あの日本語がないんでちょっとサンスクリット語で言うと、はい、マナスブッティアハンカーラチッタの4つなんですね、はい でそのうちのマナスとブッティは頭にセンターがあります、はい、ベースがあるんですねであとアハンカーラとチッタは心臓にベースがあります、はい、でそのシンガがあってそれをチッタがまずくるんでます、はい、でその上にアハンカーラがくるんでます、はい、でそれが心臓にあるわけですね 心に神ってて書いて心神とも呼びますけれども昔の人は心を書くときに二重丸書いたんですねそれは一つの丸が神賀でもう一つの丸がその心なんですよそれがくるんでるわけですねまあ地球でいうと地球って空気があるじゃないですかそれって地球の引力で空気が地球に張り付いてる同じように神賀の力でチッタとアハンカラが 張り付いた状態になってますね。はい、で特にその厄介なのが、そ神経の上の土台になっているチッタの上にあるアハンカーラっていうのが、人間の自我を増幅する役割を持ってるんですね。はい、でそこをうまく使えないと、そこが黒く濁ってきます。そうすると神経からの光が真っ黒に遮られてしまう。 はい、でもそのアンカラーっていう利己的な部分をどん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 清めていってきれいにすれば最終的に透明になるわけですけども、はい、そうすると真珠の光が完全にきれいに放射されるようになると、はい、なので結局それを毎日日々の実践でやっていくんですけども、はい、それがまあ真っ暗になってしまうと真珠から発せられる肝 全部シャットダウンされますので、いわゆる傷れ、けがれが起きてしまうわけですよね。はい、だそういった構造をまず理解していくと、いろんなことが分かってくるんですね。はい、今のお話をお伺いしていると、うんうん、心をまあきれいにして、その光がちゃんとこうなんていうんですかね、私たちがこの体であったり、その心を使って表現していけばいいはずのものが、逆にその アンカーラーが黒くなっちゃうと、うん、心に使われちゃってるとかってうそういう、ね、状態で、はい、そこから脱するというかそうですねはい、はい、ありがとうございますでは、えー、続きまして神社の部分ですね、はい、神社っていうのが、うんまあ、人間がモデルになって作られてるっていうことだったんですが、はい、だからこそ本書では、えー「霊主神獣大賊を思い出す」とか 新規、えー、神気を感じるなど、うん、私たちも恩恵を受けながら、うん、でもう一個あったのがその真摯な気持ちで私たちが参拝させていただくことで、うん、その神社の霊感を高めるというある意味共同作業的な、はいはい、お互いにこう益になるというのが、うんまあ、本来のやっぱりあり方うそうですねぱりあのー 人間って自由意志を持ってる分、はい、その神社を良くくももでででききるるし悪くもできるわけですよねそれはもう本当に人の心次第になってくると思います。ということはもし人があまり行かなくなったりとか、うん、神社自体に、はい、またその行ったとしても真摯な思いで行く人っていうのが少なくなっちゃう。うんまあ あんまりみんながみんなレジャーみたいな感覚ばっかりになってしまうと、うん、今度そ,のそういった神社っていうのはどうなってしまうんでやっぱりあの神聖さがなくなったり神様と言われてるそのご祭神が引き上げてしまったりとか、はい、ということはもう今やっぱりどうしても全国各地で起きてるとは思います。 じゃ例えばこう、うん、家の近所にもう結構人が全然行ってない近所があるんだとかっていう場合はこれに自分がそういう気持ちで行き出すとまた変わったりとか、えー、もうそれはあの人間の体と同じで、はい、例えば自分の体をもうほったらかしにして、はい、やりたい放題していればいずれ病気になってきますよね。す、はい、と全く同じです、ねはい、ででねもそこで あこれではいけないと思って、はい、しっかり暴飲暴食やめたり体をメンテナンスすれば、はい、体ってまた元々に戻ってくる健康になってくる、はい、神社も一緒ですね<ー>はい人間の気が入ることによってもうまるで違ってくると思いますありがとうございますではえ続きましてえこの「愛に愛を合わせていく」で、うん、まあ今この音だけで聞くと同じなんですけれども、はい、この「天の、うん 愛と書いて愛ですよねここにこう合わせていくっていうところをちょっとお聞きしたいんですけど、うんうんうん、愛というのは神様の愛うそうですか、ねまあ、いわゆる創造主の神様と、はい、あと自分の中に分け御霊、はい、ですよね与えられた神様と、はい、両方とも「その天」「い」と書いた方の愛ですよね。はいはい、それに自分が 作り出す愛をうまく重ねていくと、要するにまあ簡単に言っちゃうと、はい、天の法則にし完全にかなった法則にかなった行為で生きていくということですよね。はい、要するになかなかやっぱりそのアハンカーラが邪魔をして、はい、まあちょっとね文字が一緒なんで今回とりあえず愛じゃなくて天意と言いますけど、はい、その天意と愛を ぴったり合わせるってなかなか難しいんですよ。はい、でも、それを意識しながら。日常を実践することで。本当にどん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 いい方向に向かうっていう確信は誰もが持てると思うんですね。はい。はい。はい、ありがとうございます。はい、えっと、まあ、すごく低レベルな質問になってしまうかもしれないんですけど。はい、それを、こう。やりたいなと思った時に。うん、個人的になんですけれども。はい、普段、こう。 やってるのがな、うん、なんかこうそうそじゃない愛のないというかその天意から外れそうなことをしそうになった時に、うんうん、今神様が見てたらどうするだろうっていうふうにこう思うようにしたり、うんうん、それから、えー、と江戸川景子さんのですね三田先生もよく教えてくださる「えー、祝福の水路になる」みたいなこれ本当に祝福の水路になってんのかなってちょっとこう考えてみたりとか,なんかそういうふうな。 工夫をしてやってるんですけれどもそういったところからでもよろしいんでしょうか、はい、いいですよねあのやっぱりそういうふうに意識する特に祝福の水路ってすごいいい言葉だなと思うんですけど、はい、そういうのを意識してやっていればやっぱりどん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 アハンカー心の部分が清らかには間違いなくなっていくんですね、はい、でやっぱり頭で考えるだけでは全然ダメで、はい、実践につなげて初めて 清らかになるっていうのは現実なので、はい、意識してやる意識しないでやるでもうまるで違ってくると思います。はい、やっぱり本質をしっかり確認して意識して行動するっていうのが何よりも大切ですよね。はい、はい、ああそうありがとう。私の意思ではなくっていうところが。 エドガー・ケイジーさんの言葉っていうことでんか僕もいろいろ普段生きてると全部気が付いたら自分の意思だらけになってるなっていうようなでも自分の意思を天意に合わせればいいのではいそういうことですねはいあいなので一歩間違うと自分なしでっていうのが「他力本願」に近い状態になっちゃう 恐れもあるのででちょっと注意は必要なんですけど、はい、やっぱりしっかり積極的に自分の意思で天にかなった生き方をすると、はい、昔はね自分たちが子供の頃は何にしても、あのー、親からお天道様がお見通しだっていう、はい、だ悪いことはできないって,いって言ったんですけど、はいはい、実際にその自分たちがこの喋ったり思ったり行動することこれは全てその真価を包んでる チッタにてて記録されてるんでですねなので当然のことながらいわゆるお天道様ってまあその臣下のことでもあるんですけど、うんはい、もうあらゆる全ての情報をもう漏らすことなく記録してあるわけですよ、はい、だから悪いことをすれば当然のことだから悪いことも逃さず記録になるしいいことをすればいいことが記録になるし、はい、なのでもう本当に何も 見逃してはくれないですよね、はい、<laughs> あくまでもじゃあ自分の意思で選択していくんだけれどもそ,その時の選択をできる限り転移に合わせられるようにはい、ね、はい。と、はい、いうことですね。あいがとすうござでいますでは2章の方にちょっと質問の方を移らせていただきたいんですが、はい、2>, 2章では。 えっと神社がその瞑想体験のシミュレーションになっているということでこの順を追って場面ごとにこうイメージする五大幻想とともに具体的に教えてくださっているんですけれどもまず一番最初に登場する先ほども出てきた「知の祓い」というところでこの鳥ですね自分の知識とか偏見というものを振り落とすためにまず一例するというところでこの 地に足がついている状態かを確認するんだよというふうに先生教えてくださってるんですが、はい、えっとこの地に足がついた状態というのは、うん、雑念とか毛根、ね、あんまり出てこない、よくこの今にあるとかっていうそういう状態のことなんでしょうか。そうですね。あの五大元素のまた実践方法っていうのは、はい、あの別の三学編っていう本には書いてあるんですけども、えーはい、まず何をするにしてもその 地の払いから始めると、はい、どういうことかというとその、まあ、まず5大元素ですよね、はい、この世界の全ては地水火・風空の5つの元素からできているという、はい、あの状態があって一番まあ先に学ばないといけないのがまず地の元素なんですけど、はいはい、これによってまず心をしっかり安定させて集中力を増す。 ためにはははまず地ののといいいいうのははっきりあの強化しないといけなけんです、ね、はい。でこれが強化されればいわゆるふわふわした状態で何かを行う考えるよりもはっきり地に足をつけた状態で何かを行う方がはるかに効率よくしっかりと物事が達成できるんですね。でまあさっき言った神社のシュミュレーションですけど、はいまあ、鳥から入って鳥から入って まあ言ってみたらこれあのまあ瞑想に例えると瞑想の入り口ですよね、はい、そこでまずふわふわした状態ではなくて心をしっかり落ち着かせて集中して瞑想に入っていくっていうのはまあ知の元素の役割なんですけどもそれでそこに入って参道をしっかり歩いていくと。で参道に歩いていくと最後にまあ拝殿に到達するまでに。 顕在意識から潜在意識に入ってそこから宇宙意識に入って最後に神意識に至るというその道筋が神社に計算して作られてるんですね、はい。で払いに関しても、まあ、地の払い火の払い水の払いで水のあとにもう一回火がありますけども、はい、火の払いがあって最後風の払いと。はい で風が一番精妙、まあ、なエネルギーなので、まあ、最初にザーッと掃除をした後に細かいとこまで掃除するっていうイメージですよね。はい、でそれで最後その拝殿がある場所に行くと最初に玉垣があって拝殿があって、はい、場合によっては平殿があって本殿がある、はい、で本殿の中には上床があってそこに御ヒシがあってその中にご本尊がいると。はい、このの構造が全部その 霊的な脊髄と、はい、それからこの霊的な心神心が神河を包んでいて、はい、で光が何層にも渡ってるんですけども、はい、その様子を忠実に再現してるんですね、はい、それがまあ神社の基本形になります、はい、なので玉垣の内側本殿と拝殿がある場所はだいたい細かい綺麗なあのー 玉砂利が引いてありますけども、はい、あれっていうのは実際に瞑想でサマーディにあの深い意識に入った状態の時に宇宙意識の状態に入った時にその見える神がと心が包んでるところから出てくるエネルギーの光っていうのが状況に応じて綺麗な玉のようにあぶくのように出てくるんですね。はい、それれがうまく表現されてる、はい だから実際にそういうのをしっかり見て、はい、見た方がうまく神社の構成を作ってるんですよはいじゃあその昔というかもともと作られたその神職の方とかっていうのはやっぱりそういう体験をされていたってよね。はい、でもの、はい。 でではあったんですけどもその宇宙の霊的周期で神社がどうしても必要な時期っていうのが出てくるんですね、はい、要するに人々が意識から神様を忘れて、はい、物質世界の方に向いてしまう時期っていう周期があって、はい、そこに行くと結局自由意志を持っってているのででやりたい放題になってきちゃうわけです、はい、その中でもしっかりと自分の本質に神様がいるっていうことを忘れずに。 しっかり修練できるようにあの神社っていうのはうままく計算されれてて作られてます、はいす、はい、今はその時期から抜けた抜けて上昇期に入ってますので、はいはい、なので今までのようにただこう形式だけやってるだけではほぼ意味がないので、はいはい、もう一歩本質を知ってやっていただこうっていう。はいはい じゃあ受動的にこうなん,こりやなんかこうみたいな感じじゃなくて能動的に自分からこう参拝、ね、そうですね、はい、なので本当にね、あのー、今まではだから神社の参拝方法っていうのは誰も学びに行かなかったし教えもしなかったっていうのはみんながみんな忘れてしまってるんですね、はい、言ってみたらあのー カーゴーカルトって知ってます第二次世界大戦の時に南太平洋で戦、はい、もう激戦があったんですね、はい、その時にアメリカ軍がある南の楽園の島に飛んできたんですよ、はいはい、でそうすると飛行機が大きな飛行機が来て、はい、いろんな美味しい食料とか缶詰とかをどんどん下ろすわけです、はい、でそのうちの一部をその島民たちにもあげてたんですね、はい そしたら大きな鳥が来るとこんなおいしいものがもらえるっていうのが分かって、うん、でそうこうしてるうちに戦争が終わったんです、うんはい、でみんな米軍が引き上げていったんですね、はい、そしたらどうしようか島民はもうおいしいものが食べられなくなってしまうということで、はい、竹とあの土と木を使って、はい、そのこういう管制塔の人が使ってる イヤホンとか、はい、こういうライトとか、はい、飛行機とか、はい、滑走路とかを全部竹とか、はい、土とか着て作ったんですよ、はい、で全部言葉も、はい、その管制塔員のやつとかパイロットの飛行機の乗り方とかも完全にコピーしたんですね、はい、そうしたらその竹の飛行機からいっぱいおいしい缶詰が出てくるって信じて。あ えー、ずーっとそれを続けたっていう実例があるんですよ、えーはい、だから形だけ島民たちは真似すれば、はい、全く同じことをしてるって思っちゃったんですけどもでも全然現実は違うわけですよね、はい、いくらやっても缶詰は出てきてくれないんですようん竹の飛行機からそうですよね今の神社の参拝も似たような状態になっちゃってるはいですね 例えば今2杯2拍手 2>、はい、1>, 1杯やりますよね、えーはい、あれっていうのは昭和23年に、はい、まあそういうふうに統一しましょうって決めたんですけども、はい、その前は神社によってバラバラでもあったし、うん、そんなにはしっかりや,やらずにただパンパンってやったらお祈りだけする方も多かったし、はい、その一方で神職の人たちはしっかりと伝統は守ってきてたんですね。はい、ただ伝統を守る 長い年月のうちに本質をみんな忘れてしまったんですよ。はい、で最近は二杯じゃなくて二霊になってきてるところも多いし、はい、で例と杯はまた実は全然違うもんなんですね、はい、霊っていうのは例えば慰釈であれば、まあ、1 5五度ぐらい、はい、それからあの「まあ、U」とかって言いますけども敬、まあ、霊の場合が3 0度、はい、もしくは深い場合が 45°C。はい それから、ね、最近入るの謝罪会見の中は70度、はい、<laughs> っていう、はいろいろ例の基準ってあるんですけどは,い、肺は90度なんですね、うん、これは例と全く違うのは例の場合はまず頭に意識があってこう頭を下げるというのが本質になってますけどもはい、肺はあ、頭に意識は置かないんですよ、はい、この霊的脊髄に意識を置きます。 はい、で90度に曲げる<ー>そうすると下半身は上に伸びる力、はい、要するに火の象徴になるんですね、はい、で上半身は90度ですから水平に伸びるこれは水の元素の象徴、はい、火と水で神を表現しているんですねはい自らの形を自分たちもあの神様から分けいただいた、はい その御霊を持ってますということで神を表現しているのが肺なんですね。はい、と同時に実はあのヒマラヤのヨガの技法で、はい、人間の魂を一気に進化させるるいう特殊な技法があるんですよ、はい、それの準備運動が、はい、実はこの90度に曲げるっていう<ー>実は準備運動があるんですねです実際に。はい なのでそれをやってるっていうことは実際に一番最初にの方たちはそういった準備運動をやった後にそのヨガの技法プラス瞑想をして実際に自分の進化に到達できていたということになるんですね。それからこの二元性の世界これっていうのはあの4つの要素でできてるんですね。 時間と空間と宇宙粒子と創造エネルギーですねこの全ての枠を解く一回一回解いていくわけです拍手で、まあ、その後と合唱して願うわけですけど、はい、この時にこれっていうのも実はヨガでは非常に大切なアンジャリ・ブドラっていうブ、うん、ドラっていうのはまあ手を使ってエネルギーの流れを 漂着する疑問なんですね、うんうん。もういろんな意味合いを二2 3 0 4 0五0に重ねてあるんです、ね。うん、特にその日本の場合そうですね。善悪はやっぱり同じものとみなす。というか、もう1歩俯瞰して。みる感じはありますよね？うんうん